実界より課せられし試練、キングとディアンヌはプロキシニアとドロールの姿となり、3000年前のブリタニアへと送り込まれた。そこで出会ったのはメリオダスと女神族の姿をしたエリザベスだった。メリオダスたちと共に魔人族の襲撃を受ける集落へと向かうキングとディアンヌ。彼らの前に現れたのは実界の一人、剣心のカルマディオスだった。実界のカルマディオス、オイラたちの叶う相手じゃない。逃げよう、キング。ダメだ。逃げればそいつの戒言にかかる。絶対に逃げるな。そんなこと言ったって。オイラのディアンヌを欲望。これが妖精王本来の魔力。キング、ディアンヌ無事なの？うん、それが全然平気みたいでびっくりだよ。ヘビメタ抜きでこの防御力。戦える。今のオイラたちならいけるぞ。女神の犬どもか。これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。3000年の封印により目覚めし魔人族の精鋭十回、その支配はブリタニア全土に及び、暗黒の時代が訪れた。ヨネス王国は死闘の末十回を撃退。ブリタニア解放への反撃が始まろうとしていた。その先陣に立つのは王国が誇る伝説の騎士だ。その名も七つの大罪。ハーレクイーン、目を覚ますんだ。ハーレクイーン、なぜだ、まるで意識が戻らない。呼びかけても無駄っすよ。二人の魂はこの場にはないんすから。俺っちが見えるのか。同じ妖精族同士、波長が合うから見えるんすかね。君はキング君の知り合い？悪いね、二人は試練をクリアしない限りは目覚めない。エーソーバスキアス、第二形態ガーディアン、ネクロシス。ディアンヌ、腕は封じたよ。ディ
気がよーく。エビルプレス。悪く思うなカルマリオス。メリオダス様。クリップカウンター。なぜだ。己すぐに舞い戻って同胞たちを。やったのかな。ひとまず退けたってとこだろう。二人とものんきにしている場合じゃない。後ろにはまだ魔人族が。あれ、魔人族は。あの人たちには帰ってもらったわ。帰ってもらったって。あれだけ血走ってた魔人族をどうやって。私は少し話をしただけ。誰も心からこんな争いは望んでいないもの。エリザベス。よう、助かったぜ。おかげで全滅せずに済んだよ。バン。ん、どうしてここに。バン、誰だそれ。ああ、いや、君が僕の知り合いに似てたから。へえ、それよりあんたたちスティグマの戦士だろ。スティグマ。女神族を柱とした巨人族、妖精族の三種族連合だろ。俺たちは妖精王の森から来たんだ。ここが魔人族の襲撃を受けてるって聞いてな。俺たちもぜひ仲間に加えてくれないか。うん、歓迎するぜ。俺はロー。メリオダスだ。うわ、治った。ありがとう。ここは危険よ。急いで私たちの拠点に戻りましょう。これが妖精王の森か。魔力の差が如実に現れてるな。自信なくしそう。あれは何。どうも今日のお前ら変だな。俺たちの拠点だろ。ねえキング、さっきの戦いが試練だったってことかな。だとしたら僕たち一応合格したんじゃない。合格なら元の場所に戻ってもおかしくないはずだよね。じゃあ試練は続行中ってこと。そう考えるのが妥当だろうね。あれはまさか女神族の新兵長か。女神族の新兵長。そうみたい。ようやくお戻りか。三人がかりで実家一匹を退けるのがやっととはな。ん？ネロバスタ、その辺にしておきなさい。この魔力、まさか。いざまずけ人間ども。このお方こそ我らが導き手、四大天使リュドシエル様だ。戦火に傷つきし、我らが塔を救えたのは何より。私はあなた方を歓迎しましょう。ありがとう。女神族の四大天使。ちょうどよかった。皆さんに朗報です。全ての種族が待ち望んだ聖戦の終結がやってきました。それじゃ魔人族との和平が。魔人どもを根絶する時です。聞いたか、西では反乱軍が実戒に全滅させられたとか。黒の六騎士とかいう魔人族にも相当苦戦しているって話さ。魔人どもめ。だが数じゃ我々が勝ってるんだ。魔人族なんぞ全員血祭りにあげてやろうぜ。ああ。ふう、まるで鉄の塊だ。ロー。横、いいか。うん。
針のむしろだな。あんた魔人族だろう。ん？奴らとやり合ってた時の魔力といい、あんなバカでかい剣を片手で振り回せるガキがどこにいるよ。驚いたか？そりゃ驚くぜ。魔人族と女神族が共闘してるなんざ前代未聞だろう。だな。だけど俺にはわかる。あんたはいいやつだってな。身内からすりゃ俺はとんでもない大悪党さ。だろうな。聖戦の決着はどうつくのかな。何が聖戦なんだ。ん？戦争に聖も邪もいいも悪いもあるかよ。だな。でもようメリオダス、一個確かなのは今俺たちは仲間だってことだ。あ、魔人族を根絶やしにするですって。ユダシエル、あなた正気なの？エリザベス様、これは聖戦なのですよ。口が過ぎるぞ、ネロバスタ。これはかねてよりの計画です。あなたは言ったわ、すべての種族が待ち望んだ平和がやってくると。それをメリオダスの前でよくもあんな。エリザベス様、目を覚ますのです。魔人族など虫けらの糞も同然。我らと同じ生命体と誰が認める。奴は忌むべき魔人王の後を継ぐ者。追いましょうか。いや、放っておけ。あの小娘には何もできまい。それより今は計画の遂行が最優先だろう。ドロール王、稽古をつけていただき感謝します。いいのいいの、僕も超楽しかったし。ねえキング、どうどう、すごくない？キングって誰だ？そう、それよりディアンヌ、あの四大天使と名乗る男、すごい魔力だったね。うん、そうだったね。ひょっとしたら実界と同等かそれ以上の。それとずっと森の奥、何か強い魔力を感じない？あのリュドシエルと同じ魔力を。これって何だと思う？今日はもう勘弁してくださいよ。そんなこと言わないで、ね、ディアンヌ、はあ、この試練どうやったら終わるんだろう。兄上、ん？ため息などついてどうされましたか？ゲラード？本当に君なの？え？でもどうしてグロじゃなくてオイラのこと知って？妹が兄の心配をするのがそんなにおかしいですか？妹？兄上？何かいつもと様子が違うような気が。あ、そんな気のせいじゃないかな。ん？ゲラードがグロキシニアの妹？つまりそれってオイラとエレインみたいな。そうだ、ゲラードは初代妖精王の頃から仕えてたって話してくれたことはあったっけ。でもこの姿、雰囲気、オイラの知る彼女とは全然違う。あの、私の顔に何かついてますか？あ、いや、なんでも。ああ、そうだ。はい。森の奥からうっすらと不思議な魔力を感じるんだけど。
お忘れですか、兄上。ん？あれは兄上の留守中、リュドシエル殿が張られた結界。ああ、そうだっけ。表向きはそうなっています。ん？兄上、すみません。奇鋭です。魔神族をおびき寄せるための生き枝だって。大気が震えている。怒りに満ちた魔力が近づいてくるよ。実界たちが魔神軍を率いてきたのか。これがリュドシエルの計画通りならば、彼は一体何をするつもりだ。それは私にも分かりません。これが本当の試練かもしれないよ。君もそう思うかい。きっとそう。グロキシニア、ドロール、俺は今から奴らと話をつけに行く。二人は森を守ってくれ。いくらメリオダスでも自殺行為だよ。向こうには実戒が何人もいるんだ。分かってるさ。君は魔神族を裏切ったんだよね。そんな君の話を彼らが聞くとは思えない。何か嫌な予感がするんだ。え？もし俺があいつらと絡んでて手引きをするかもしれねえと疑うなら、お前がその目で見極めろ。行く。万一戦うことになったら僕の力は不可欠でしょ。確かに。ただしこっちからは絶対に仕掛けるなよ。よーし、頑張るぞ。そんな、君が行くならオイラだって。いくら女神族がいるとはいえ、こんな状況で森を留守にしたら。森の留守は任せとけよ。ロウ、助けてもらった恩は返さねえとな。あんたらほどとは言わねえが、腕には自信があるんだぜ。バーンじゃなかった、ロー。君はなんていいやつなんだ。あいつとは全然違う。ぜひ頼むよ、森と妹を守ってほしい。お安い御用だ。みんな見て、魔人族たちの動きがピタリと止まっちゃった。まさか。お前は誰だ。私は女神族エリザベス。これ以上進んではダメ。わざわざ死にに来たのかしら。あの魂わしが食っていい。ふん。ここ数日の間に数万以上に上る同胞たちが次々と姿を消している。そして彼らのものと思われる微弱な魔力がこの森より発信されている。それも大量にね。お嬢さん、この事実をどう捉えるかね。返してもらおうか。私たちがあなたたちの仲間を捕虜にしているとは、とても信じられないわ。お前が信じるかどうかなんて関係ない。こっちは仲間を連れて帰る、それだけだ。でもここはとにかく引き返して。リュドシエルが何か企んでいるわ。信じられっかよ。それともそれがハッタリじゃねえ根拠があんのか。ないわ。でも信じて。私はこの戦いを早く終わらせたいの。どうした。どうやら昨日の兵を追い返したのがあの小娘のようです。あの目を見ていると戦うことが嫌になるとか。信じてほしけりゃ同胞を解放しろ。その話が真実なら今すぐ掛け合うわ。奴が拒んだ時はどうする気だ。もし彼が拒んでも私が何とかする。いいだろう。もう一つ要求がある。何。あの裏切り者をメリオダスを引き渡せ。拒否します。彼は私の全てなの。彼を殺すつもりなら私は今ここで一人でもあなたたちと戦うわ。分かった。
なら交渉成立だな。そうね。さすがはエリザベス様。時間稼ぎの大役ご苦労様でした。こちらも準備が整いました。てめえ測りやがったな。誤解よ、私は何も。何？あれは巨大なアーク。アークの中で体と魔力を蝕み、生かさず殺さずの状態で捕らえられていたのか。リュドシエルの野郎。彼らは十分に役目を果たした。ご褒美だ。楽にしてやる。天使が2匹とはな。本気で我らを一網打尽にする気らしいな。面白い。お前って死んだんじゃねえの？単刀直入に聞くね、チミは。もし幽霊か。ハーレクイーンの兜に魂って形で宿ってるのさ。俺っちの姿が見えるのはハーレクイーン、あとは一部の妖精族くらいかに。ってことは俺は妖精族だったのか。次回7つの大罪神々の激凛10回 VS4 大天使。ただの豚だろ。